今日は許さんで。泣いて帰ってへんやん。9番街レトロです。はい。いやー、もう、年の瀬も年の瀬でございますけれども。そうですね。もう年末よ。もう年末よ、さすがに。12月27は年末やな。年末ってさ、めっちゃ年末って言うよな。やっぱり。いや、機会が。だって、クリスマスもクリスマスいっぱい言ったよ。うん。お前さ。うん。お前さって誰に言ってんのよ。お前クリスマスに。クリスマス。お前さ。ん？年末と大晦日かる、うん、と、うん、元旦、うん、元日どっちの方が好き？元旦。おう。いいでしょ。何？俺大晦日の方が好きやね。正直ちょっと近いな。対立するには。夏と冬とかでやってたからやろうかな。でも。12時間しかないのに、24時間。1月1を区切りとするのであれば、一番遠いと言えるから。うん、一番最後対一番初め。なるほどね。年末対年始やもんな。どっちの方がいいか。近いな。今日決着つけよう。それで揉めたやつおる？揉めたとかじゃなくて、俺は、ただ知りたいだけ、純な心。んじゃあ、1月1日元旦やん。大晦日に決まってるやろ。なんでやねん。大晦日の方が。もう始まんの。今日も一日お疲れ様です。眠れるまで私とお話しできませんか。攻めてくんねんな。大晦日の方が人は頑張るね。ディフェンス、頑張る？言ったら、今まで先延ばしにしてきた仕事を気持ちいい心で次の年迎えるために一斉に終わらせにかかるのが大晦日。人が一番実は生き生きしてるのが大晦日なんですよ。生き生きしてるかな、それって。元旦からもうまたどうせ、また一年始まったばっかりやし、ゆっくりしようの時期。お前な、俺トマト嫌いや。ほう。びっくりドンキ行くな。おう。サラダの上にトマト乗ってんな。おう。俺は最後に、食べんねん。嫌いやから、後回しや。うん。元旦中にはそういう状態。お前が言ってんのは最後のそのトマトを食べるとき、このときが一番美味しい。そう言うてんねん、お前は。わかるか？言うてない。先延ばしにしてること、それすなわち嫌なこと、それをやってるときが一番頑張って輝いてる？それは嘘の話やで。それに加えて元旦は1月1日、朝から、もう朝という概念がないな。12時を過ぎた時点、その時点からハッピーニューイヤー、おめでとうおめでとうと言い合うな。それに比べて年末、大晦日におめでとうという言葉は飛び交うか？良いお年を、あと少しの時間、少なからず幸せであれよ、そのぐらいの程度。これから始まる1月1日に関しては、これからの1年、どんな1年にするかを考える。お互いのことを考え合っておめでとうと言い合って、ハッピーニューイヤー、英語で言ってもハッピーや。なぜならハッピーという言葉が入ってるから。ニューイヤー。これからの一年をどうするか。占う日なんや。もう一回言ってみろや。しょげた。元旦っていうのはね、迎えてしまえば大したことないんですよ。元旦に向かってる、もうすぐ元旦っていう、この気持ちが一番楽しい。ん？何でもそうや。予定もさ、当日よりもさ、ワクワクしてる前日の方が一番楽しかったりするやん。いざなってみれば大したことないの、代表が元旦。これと言ってやることないし、もう仕事も前日に全部終わらせてもらってる。まあ、明日から元旦や、新しい気持ちで迎えれる休みに入る。なんかおめでとうおめでとうっていう雰囲気になる。だから頑張ろうのここが一番楽しいから。俺はトマト嫌いや。お前はどうや。うーん、俺トマトっちでもないな。ほらな、まずな、休みと休みじゃないかって、これもう大きな違いよ。
どっちの方がいいかってことでしょ。うん。人間として輝いてるかなんて聞いてないですよ。もう気を休めれる。でね、久しぶりの人たちと会うのは大晦日ですか？いいえ、元旦です。親戚が集まったり。わかりますか？なあ！じゃあね。うん。まあ元旦になります。大晦日にさ。うん。もうほんまの大晦日の大晦日。うん。カウントダウンして、うん。元旦になるやん。うん。ハッピーニューイヤーで終わりやん。うん。元旦は。でももう、10秒、番組によっては、1分間、うん。数える時間あるから、大晦日。うん。この間ずっとワクワク。あんまりこの長尺ワクワクすることない。10秒間ね。うん。でも、じゃあいい。その10秒間ね。あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、取られたい大晦日は。もう来るで、もう来るで、31の、31日のもんやで、もう来るで、取られたじゃあ、ガンガン悪いやつやな。悪いやつやっとくね。楽しい。っていうことやな。ええとこ。ええとこ。ええとこの始まり。ガンタンは悪いやつ。31が必死に頑張ったのを最後、ええとこだけ取ってく。ガンタンは悪いやつ。ほんまはどっち？ほんまは？ガンタンやろ。結構ガンタン。それは、てもうね、それがね、正直ね、にじみ出ちゃってた。だからトマト聞いたの？いや、トマトはマジで嫌いや、俺が。トマトは、確か結構好感、ちょっと結果聞きましょうよ。大晦日 VS、元旦、勝者。元旦、取られたー悪いやつや元旦は取られたあ、ちょっと待った。また、眠れるまでお話ししませんか？だと思ったんじゃないですか？何度も申し訳ないですが。でも、ほんの少しだけ聞いていきませんか？意外とハマるかもしれませんよ。でも元旦、ちょっとな、大晦日と元旦なんか戦わしたことなかったよ。うん。圧倒的元旦やったな。その、休みって強すぎるよな。まず。人として。うん。確かに。無条件祝日は強いな。そうやな。最強や。正月 VS 年末とかやったらまた変わったかもな。あー、総合して。クリスマスもあるしとか言うたり。でも年末って正直しんどいイメージしかないよ。総合者。なんか大晦日は最後のラストスパート感あるから俺は、まだ戦えたと思うけど、年末ってくくられたら、うん、疲れるだけの印象やわ、もう。そうか。元旦はマジでゆっくりしてるイメージやもんな。なんか、お年玉とかもあるしな。年玉なんかでも逆に大変よ。大人目線。それ言えたな。うん。正月はお金飛ぶ。そっちで戦うパターンね。うん。でもあれも祝い事みたいなことやしな。いやでも。で、ほんまの大人はやっぱりお年玉あげて、喜ぶ親戚の顔見たら嬉しいんじゃない？マイナスよりもできる。いや、でもきついんちゃう？それ金。それちゃんとしてへん大人やったら。ああ、そっか、うん。だって、ほんまやったらな、30、40のおっさんの1万って、ほんま大したことない。ほんまやったら、ちゃんと生きてたら。多分、知らないけど。だからちゃんと生きてる人にとっては、普通にマイナスすら喜ばしいことなんじゃん。確かに結婚式の祝儀とかも、俺らは、今月休止たるとかなるやん。うん。生活までかからんもんね。サラリーマンとかを見てたら、そんなんなってんの見たことないもんな。絶対ない。そういうことか。だからあんだけ飛んねんから。でも今年の、僕らの1月1日してる？ちゃんと見たよって。全然見たよ。まあ、そのカウントダウンライブ合わせたら5本よ。めちゃめちゃなんかちゃんと芸人の大晦日だな。なんかいやそうです、ございますでございますね。でも楽しみですね、お正月も。お正月楽しみやね。うん。もういくつ寝るとお正月、お正月には、うん、足上げて